おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年1月あ2月8日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。ナイスランです。 そして寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。愛さんからおすすめいただいて、ビーバンのね、体を作る出汁っていうのを一回買ったんですけど、まあ、大変好評を得まして大変好評を得ましたので、アマゾンで大袋のやつを買ってみました。で、今ね、割とほぼ毎日料理にね、妻にも採用されましてあとは何だろう、娘が高校の部活に水筒でね、なんか水分持っていくわけですけど、それに入れて持ってってる、それに出汁入れて持ってってるみたいですね。あとはまあ、せっかくなんで、なんか清水さんが買ってた野菜だしの方ね、あっちも一袋買ってみました。あれもいいですね。なんか味がついてるわけじゃないんですけど、なんだろう、ごぼうとかトマトとかの風味なんですかね。なんかだしだけでも割と、なんていうか、パンチがあるとまではいかないですけどね。まああくまでだしはだしなんだけど、そのまま割と飲んで、いけるなっていうね、そんな感じのだしですね、野菜だしの方ね。まあもちろん料理のいろんなのに混ぜた中のだしにしてもいいと思いますけど、野菜だしも気に入りましたね。割と使ってます。チャーハンとかのさ、スープにいいなと思いましたね。ランチ軽くね、家でやるときにチャーハンを多用するんですけど、なんかチャーハンだけだとってなるときに、スープ作るほどでもないんだけれどもっていうその時の野菜だしスープは割といい感じですね。はい。まあちょっとね、小山さんも研究っていうふうに腰を据えて継続してやるには、なんだろうね、ちょっとね、時間を長めに見た方がいいなかもしれないですけど、まあ、できるだけお手伝いできる方があったらね、タイミングを見てまたやっていきたいなと思います。そしてなんていうの、まあ先週1週間お休みしてたんで、もういろんちょっと見直してたらいろんなとこあってまあ何から言ってよいやらっていうのをね、ちょっとたまるとあれだね、ありすぎると話せないもんでもやっぱりあれか、やっぱり直近のやつの方がいいかな。昨日のワーママアカネのアフタヌーンティースマイルは、これまたやっぱり触れざるを得ないというか、いいですね。クレイジーボーイクレイジーボーイって言ったモンスター待ってたけど善くんじゃなくて次男のね、カン君の、武勇伝ですか。いや、さすがに消火器はすごかったですねなるほどなるほどと、なんていうか目に浮かびますよね。まあ一回カン君に会ってるからかもしれないけど、まあ確かにスーパーでパン、売り物のパンをかじって逃げるとかいやいや、もう買うしかなくなっちゃうよみたいなやつとかね、なんかあちこちピンポンダッシュしたりとか、まあ確かにそんな雰囲気あるなと、まあなんか僕がね、昨年の全フェスでお会いした時は、代々木かな、代々木で会った時はまあまあ普通にやんちゃな男の子っていう雰囲気で、
なんだろうな、まあよっぽどのクレイジーな感じまではいかなかったですけど、いるよねっていう感じですね。でもなんだろう、逆になんだろうな、あの個性としては貴重ですよね。あのあんまりああいう飛び抜けてギュンギュン動き回る、要するになんていうのかな、まあ、理性と感性のバランスでいくと、もう感性がこうかなり飛び抜けていて、考えるより先に体が動いてしまうという、あの瞬発力っていうかあのエネルギーってさ、なそうだな、ちょっとして久しく見てなかったですね、うん、いや素晴らしいんですよ。なんか大人の常識で理性で理解しようとすると、まあ、そこの範囲から外れたところで動き回るんで、なんていうのかな、まあ、もちろんお母さんは大変だと思うけど、周りからするとね、なんか天才なんじゃないかなって感じるのは大体そういう子だよね。すげえ天才っぽく感じるみたいな、そういう風に、なんだろう、半ば畏怖の念すら覚えるみたいな、その人ってわからないものに対して怖がるっていう性質があるから、で怖がった時に別に自分に対して脅威を与えないもので怖いなって思うやつは、ほぼ敬意とイコールなんですかね、リスペクトになっちゃうっていう、すげえなみたいな、そんなことできるんやみたいな、橋の学校の和田健一は僕にとってはそうですね、はっきり言って天才だなみたいなそんなことやるんやみたいな、あと戸川君とかもそうだし、なんていうの、まあ、なんかお二人とも基本普通に話してる時にごくごく常識的な高青年な側面もあるんですよ。なんですけど理性で理解できない、なんでそこでそれみたいなやつね、それをね、まあ子供だったらよく見るんだけど、大人になっても維持できてる人、できてる人っていうのは、まあ僕はそれを、そういう人を天才というふうにカテゴライズしていて、一般的な定義かどうかわかんないですけど、要するに散々世の中から常識だの理屈だのね、いろんな押し付け同調圧力のにさらっとされてきたと思うんだよ、怒られたりもしたはずだよ、にもかかわらずその常識理性の範囲の外側の行動というかさ、まあ感性のままに考えなく動き回るっていう、それをさ維持できてるっていうのは、潰されずにね維持できてるっていうのは、まあ相当なことですよ相当なことだと思うんですよね。まあ周りがそれを許容してきたのか、許容するような環境があったのか、あ、おはようございます、あるいは周りにもそういうやつが多かったのかあとはなんだろうな、まあ、戸川くんはな、あれなんだよな、ど田舎の人だから、北海道のなんだっけ、根室だ、まあ、知床の方なんですよね、羅臼とか。まあそうするとなんていうの、それこそ常識とか理屈とか理性だとかの同調圧力も小さかったのかもしれないですね。あいつ変なやつだって周りで思われているだけで、別になんかどうしようこうしようっていう圧が弱い環境下で天才性を失わずに来れたのかもしれないですね。まあ戸川君とかもすごいよ、なんか本当にどうしてそれみたいなやつね、何度も
いろんな人から聞きますけど、僕自身もやっぱりそれ思いますもんね、やり取りしてね。なんかまあそれね、カン君の話聞きながら、あ、天才タイプやなと思いました。消化器ぶちまけるはちょっとさすがにあれだな、初めて聞いたかな。面白いな。だってさ、あのその衝動に俺駆られたことあるんですよ。でもできなかった。そのあれならないのかな、みんな。その消火器、これなんていうの、押してくださいというワンバーガーのこうレバーが、あのこれ見よがしにあの立てつけてあってさ、でも真っ赤な色であの我々の目を釘付けにしてくるしさ、でなんか中途半端な長さのホースとかもさ、すっごい魅力的じゃないですか。だからこれはえ、ここから何か出んのか、でなんか握ってくださいと言わんばかりのレバーがこんな風に分かりやすくついてたら、えちょっと待って、あのでもそのレバーを握れないように、まあその安全ピンみたいのがこう入ってるわけだよね。もうそれこうすっごく分かりやすく黄色で、ここ引っ張ればいいよみたいな感じの形をしてるんですよ。すごく分かりやすい感じで。ってことはこれね、引っ張れって言ってますよね、形が。で握れって言ってますよね。でホースはちょうど手の長さで、なんていうの、先をこうちょっと手を添えれば割と狙ったところに思ったように何かしらのものが出てきて、あのこれはひょっとしてと思うよねっていう衝動はね、僕何度もあります。割と大人になってからも思うんだよな。分かってんだけど、あの防災訓練とかであの消火器の体験みたいのでやらせてもらえたりとか、そういうのもあんだけど、あれなんてこうそそるんだろうと思わないのかな、みんな。俺は思うな。そしてそれをなんていうか理性で抑えつけているわけですよね、その衝動をね。僕はしてないです、そういう武勇伝は持ってないんですけど、カンちゃんはね天才なんで、要するに消火器がね、魅惑の消火器が誘い寄せるままにその言葉を素直に聞いて、消火器の言葉を素直に聞いて、ここ黄色いピンこうやって抜くんだよと、でこのレバーこうやって押すんだよと、でホースはこういう風に先っぽを持つんだよみたいなっていうのに導かれるままにやったんでしょうね。そしてその広がった一面の銀世界を見て、彼の感情どうだったんでしょうね。なんかあの感動したんじゃないかな。うわーみたいなと思うとね、なんかいいなって思う。彼が羨ましいなって思いますね。正直俺にはできねえって思って。いやー面白いな。いやまあそれね、母親の視点からしたらもうなん、いやいやもうその怒る気にもなれないぐらい、もういや笑けるもさらに通り越してあの言葉を失うっていう、そのいやむしろ綺麗やんこの白みたいな、うっすらピンクかかってるのね、あの消火器の。いや面白かったな昨日の。面白かったですね。いやね、だから善くんと対照的ってのも面白いですよね。なんかあれですね、子育て話はこれ永遠にいける気がしますね、これ。なんか僕もね、なんか3人いて、一番下の子も小学校2年の女の子で、あのまあ彼女は比較的自由なんだけど、なんか天真爛漫ではあるけど、表向き
割と見た目よりも理性の方が強くて、うん、まあそういうタイプなんだ。なんかそのなんていうかな、無茶は3人の中では一番してないから、なんか一番ほっとける感じかもしれないですね。末っ子特有のなんか甘えん坊みたいなのもあんまりないかなっていうね。もうやっぱり、一番上のお姉ちゃんの、5歳ぐらいまでかな、武勇伝が一番多いのは。2番目の男の子は小さい頃はすっごくおとなしくてめっちゃくちゃかわいかったんですね。3歳ぐらいまで死ぬほど可愛かったですね。ただただニコニコ笑っているという、おとなしく。で3歳4歳ぐらいから開花し始めて、まあ、仮面ライダーにハマってみたいな、まあ、ひたすら変身を繰り返してシャキンシャキンって言ってるみたいな。でもなんだろうな、そういうカンクみたいにこう理性の外側で無茶をやるみたいなタイプではなかったですね。まあなんだろう、比較的武勇伝が多いのは一番上のお姉ちゃんだったかな。お風呂が大嫌いで、とにかく無理やり入れさせようとしたらお尻を噛まれたことがあるっていうのがね、僕の武勇伝なんですけど、いったよみたいな、ガチで噛んできたよみたいな。とかね、面白かったね。なんか子供の話で武勇伝は延々できますね。なんか寝ないでできる気がします。はい、あとは清水さんの水産試験場に小山さんが行くって、もし叶ったら面白いですね。だって魚さんざん取れるもんね。で水産試験場だからさ、出汁の研究いけんじゃない、なワンちゃん。ね、いろんな魚上がるでしょうし、その商業に出回らないような魚もいてっていう話でしょうね。水産試験場どうなんでしょう、愛さんのお住まいのところから。あ、でも愛さんあれだっけ、引っ越すって言ってたから、ちょっと近くなるかもしれないですよね。茨城のどこなんだろう、水産試験場。うん、まあなんか行けワンチャンありそうだなと。ジャムスティックよりはね、水産試験場の方が出汁には近いかな。どっちも魚はいますけど。なんか面白いよね、サロンで繋がった人が同じ職場にいるなんていうことがもし起こったらと思うと、うん、これだって毎日オフ会みたいな、オフ会みたいな状態になるわけでしょ、仕事場が。俺はなんか面白いね。そうだよな、清水さんもさ野菜だし買ったり、それなりにやっぱり出汁に、僕の次に食いついたのは清水さんでしょうね、うん、なんか清水さんと二人で共同研究したら割と面白いことになるかもしれない。いいね、なんか水産試験場の何かどんなポストでもいいから、そこゲットしたら出汁研究はかどるかもしれないですね。そうね、でも清水さんのなんかウォールに最近投稿してくださるのってね、朝5キロ走りましたっていう記録だけだったんだけど、なんかまあせっかくだから一言みたいな感じになってて、一言が1行になり3行になり、最近割ともうスルスルスルっと10行ぐらい出てくるじゃないですか。本当はやっぱりあるんだよね。あれ、なんだろうな、
時間があったらもっと書けんじゃないっていう躍動感を感じるんだよ、あの文章読んでて。多分清水さんこうもっといける言葉が清水さんの中にあるんだろうなっていう。でもなんかあの、まあ、今日ここまでしとこうみたいな独語感っていうかちょうどいいですよね。なんかコメントしやすいっていうか、あの運動歴がないのに心肺機能が異常に高いという全力ギャグ、これをギャグであり続けるためには心肺機能を高く維持しなければならない、したがって今日も走るといういやこのモチベーションはあの見事だなと思いましたね。なんかあの絶対に途切れないじゃんいやなんかさ、あの大会とか目標にするとさ、その大会終わったら次の目標立てなきゃいけないっつって、モチベーションがこうもう一回更新するにはどうしたらいいのって毎回毎回新しく考えなきゃいけないけど、全力ギャグの状態、全力ギャグの状態を維持するために走るっていやでもこれねすごい正しいなと思ったんですよ。僕昔、なんかの本で読んだと思う、本かな YouTube だったか、長いと読みづらいのでできるだけ短くしたい、だらだらと長くなってしまうのがなんて、なるほど短くしたいんですね。でも僕は長いのを読みたいんですけどダメですか読みづらいのか、そうか清水さんにとっては読みづらいんですか。僕はねあの長い文章好きなんですよ、清水さんのやつね。読みづらいかな、読みづらいのは一文が長いやつね。句読点のうちのまあ丸は早く来てほしいです一文があのあれあれがあってこうであるにもかかわらずそれそれでっていうのがずっと続いていくと、うん結局なこの一文でなんだっけみたいな感じに、あのワーキングメモリーがなくなってですね、前半何したっけか分かんなくなっちゃうっていう、まあ、それはあるんだけど、あの文章の数が文の数が多くて文章全体が長い文はこれなぜかねワーキングメモリーを失わないというね、なんていうんだろうな、読めます、読めますっていうか、文脈そんなにつながり強くなくても、まあ清水さんの書いてることもシンプルだからっていうのもあると思うんですけど、なんですかね、あの清水さん話す時も確かそうだったと思うんですけど、一文短い目じゃないですか。なんでなんだろうな、その短めの一文をこうくりつなげてつなげてつなげてっていう分には全然長く聞いてられるっていう感じですけどね。でも文章でも一緒ですね、読みづらい、うん、まあ読みづらいって何ですかね、まあ読み手側の問題としてこういうの苦手とかってあるのかもしれないね、うん、なんですかね、結論ファーストにするとかさありますよね。でも前振りがあって起承転結で書くのが読みやすいと思う人もいるしね、三段落ちがいいのかとか本当に読んだけどどうでもよかったっていうアポロマンスタイルがいいのかあの世の中の価値観は変わってきますんで、どれがいいとは分かんないけど、でだからどれが読みづらいかも、うん、分かんないですね、うん、と読みづらいと思う人はまああのしょうがないです、それ相性なんで。で清水さんがこう自然に書きやすいと思って書いた文章に対してこの読みづらいは読んでもらえるかどうかという点で考えてます。なるほど、うん、なるほど、読みづらい
というよりも読んでもらえるかどうかの不安が残るような文章にだんだん長くなればなるほどなってくる感じなんですかね、感覚としては。まあそれはわかる。なんていうか、その場でパッと思いついて投稿するような文章だと読み返して吟味して前後のつながりがとかやらないからね。長くなればなるほどだんだんそのこれ読んでもらえるのかなっていう不安が募ってくるってことだから、なるほど、優しいっすね、なんか読み手に対して読み手に対する優しさが大きいんですね多分ね。まあそれも大切な感性かもしれないですかも。まあ、僕は全くその優しさを持たずに書いてますね正直長いとか短いとか相手が読みやすいのかどうかとか全く気にせず、なんだろうな、せっかく言葉になったものは産み落としてあげたいっていう、そっちかなね、読める人は読んでくれればね、それでいいですし、読みづらいと思って、まあ読みづらいと思って読まない人はにとっては相性がなかったというか、そういうふうに割り切るしかないのかなっていう。拾ってもらえて嬉しいですか。あ、仕事行ってらっしゃいませ。気をつけて。はい。まあそうそう、なんか。そうそう、なんかユジンさんの読書投稿とかも結構先週ね盛り上がってて、昔読書できなかったけど最近やっぱり読んだ方がいい気がするみたいな話っていうのは結構みんな思ってるよね。で俺も多分に漏れずっていう感じで、みんなその読書感想文苦手でしたっていう、あれさ得意だった人いるんですかねわかんないけど、あれを得意だった人ってどういう人なんでしょうね、うん、で読書感想文が得意だった人は読書が好きだったのかなっていうのをまずちょっと思ったりするんですけどまあでもまあ我がサロン内はこう多いですね。なんかその読書感想文苦手でした、読書そのものが嫌いになりました、うん、読書感想文を悪者にするのはちょっと読書感想文に気の毒かもしれんけど俺が読書嫌いになったのは読書感想文のせいっていうね、まあなんかそのいやまあそう言いたい気持ちはね、まあ、少なからずあるね俺はね、うん、あれのせいなんじゃねえかっていう、ね、もうちょっとまっすぐ本を読んでた時期があったんですよ、読書感想文の宿題が課されるまでは。もっと短くてライト、ポップでライトな本を読んでた時に絵本レベルの話とか、別に宿題でも何でもなかった時の、うん、まあ家になんていうか転がってたりとか、図書館のなんだろうな、なんか漫画シリーズとかあって、で漫画読みに行ってんだけど、でなんだろう、歴史漫画とかさ、学研漫画みたいなのが大全集みたいなの置いてあって、でも漫画読みに行ってんだけど、たまに漫画じゃないものをおって思ったら開いてたりして、しっかり読んだかっつったら読んでないんだけど、でもそれぐらいの入り口から入ってって、徐々にこう本に触れていくっていうので、俺をそのまま行けば本嫌いになってなかったんじゃないかなと思うんですけど、で読書自体を知ってた可能性が高いなと思うんですけどね。まさかの横入りしてきた読書感想文の宿題っていうですね、それのせいで本は嫌いじゃなかったのに、本を読むこと自体嫌いではなかったのに、一時期相当嫌いになりましたね。その弊害を俺はどうしてくれるんだという気持ちはあります。それは俺のせいなんだけども、そう思ってる人多いんじゃないかなっていうのも実際あって、うん、でまあ大人になって、いやそんなのにこだわらずに好きな本読めばいいよっていう、
でそんなちゃんと読まなくて合間に流し読みで、持っときゃいいじゃんと、まあもう Kindle でさ買うと場所取るわけじゃないから、あの本買いすぎて場所取って置く場所ないのに読んでもいないみたいなのがあるとなんかすごいスペースもったいないから、またさらに本を買うこと自体に二の足を踏むみたいな感じになると読まなくなっちゃうから、あのおって思ったらもう考えずにまずね Kindle をポチるっていう、そこからですね。で Kindle の自分のライブラリーの中にあのいつでも読める本が大量に積んどく状態であってまあ、たまに開くという、ね、で全部を読んだ本ってそうそうないかもしれないですね、うん、最近は特にですけど辞書のような感じで使ってます。あの話ってそういえばなんか、まあ、出汁の話聞いてた時に、まあ、出汁の本も買いましたけど、腸小腸で吸収するとかっていう話俺なんか別な話で買ったなみたいなで思い出して、まあ辞書の1ページをめくるような感じでその一冊を取り出して、なんかその一冊の中のとある記述を、あこれが読みたかったっていう場所を見つけ出して、でそこから読み始めてその後結局読んでしまうみたいな、なんかそんなノリの方が多いですかね。読書って言わないかもしれないこれ辞書を引くに近いかもしれないですね、うん、まあでもこれは何だろうな、やっぱりそのネット記事をこう漁っているのとは違う体験ではあるなとも思いました。明らかにネット記事はネット記事でそれ、まあ、ウィキペディアで十分じゃんみたいに思えるときは別にそれが悪いとは思わないんですけど、まあそれがこう大量に裾野でベースにあるとなんかこの知識とこの知恵と誰々の解釈みたいのがひょっとしたら結びつくんじゃないかなって思うその線が描ける時があって、なんかそれに沿うのか、あのまた別なこうルートを見つけた方が面白いのかっていうところになんか本が入ってくるのかもしれないですね、僕の中ではね。そう思うとなんかつながりを感じた時にやっぱ本で一本筋の通ったものを読みたくなるのかもしれないですね。そうするとなんかね苦しくないんですよねあの読みやすい文章かとか、あのあんまりそういうの気にせず読めるというか、あの自分が読みたいというモチベーションの方が高ければいいんですよ。でも読みたいというモチベーションが低かったらいくら読みやすい文章であっても読めないもんは読めないっていうそういうことですよね。あ、おはようございます友人さん。もう8時ですね、診療所を開ける時間なんでしょうか。あの友人さんが来たらね大体僕入れ違いで今日終わるっていうパターンが最近続いてますが、まあ、今日はねあのそうだな、龍神さん の, あのリアクション研究の話明日したいなと思ってます。リアクションね、あれは多分別に僕研究してこうなったわけじゃないけど、龍神さんに言われてあの確かに奥深いなと思ったんですよ。あの、まあ、言葉を直接使った言語のコミュニケーションではなくて非言語ですよね。あの顔の表情とか間であるとか、あ声のトーンもそうなんですかね、非言語コミュニケーションっていうやつね。まあリアクションってそういうことだと思うんですよ。その体の振る舞いとか体全体の動きも含めてだし、まあどこに立つかとかどういう距離に立つかとか、あとは何があるんですかね、相手と距離を詰めるタイミングと引くタイミングとみたいな、そういうのもあるかもしれないですね、オフラインとかだと。
まあオンラインだとこう顔の表情だけみたいなのもあるかもしれない。まあここが一番わかりやすいですね。非言語コミュニケーション、うなずく、目を閉じるとか、あとは首をかしげるとか、これはまあコミュニケーションのリアクションの一つだと思うんですけど、だからこうオンラインでズームのミーティングとかこうやるようになって、あ、これめちゃくちゃこう勉強になるなっていうか、あ、自分はこんなにその右肩が下がっているのかとか気になるようになってなるほど、これ骨格がこう骨盤の時点からあの右に下がっちゃってるんで、あのどんなにまっすぐしてるつもりになっても右肩が下がっちゃうっていう、ね、とか見えるようになって、あ、鏡見るって大事だなと思ったりメタ認知ですよね。リアクションのメタ認知ってでも難しいんですよね。あの、まあ、360度いろんな方向からどう見えるかっていうのを、それ全てがリアクションだと思うんで、オンラインではオーバーリアクション、そうですね、いや、そうだと思いますね。思った以上に伝わらないんでそうですね、本当にオーバーリアクションは大事だなと思いますね、うん、まあ鍛えられるある意味で、で僕はそれはすごくいいなと思ってて、あのオフラインに行った時に楽ですね、あのオンラインで縛られた中での、うんと意識したオーバーリアクションの積み重ねっていうのが、結局オフラインで、対話する時のまあ自然なリアクションに対してこうなんていうのかな、楽に感じるようになった気がしますね。だからもうそのどっちがいいじゃなくて両方あった方がいいんだなっていうのはそういう意味ですね、僕は。うん、なるほど、ちょっとぜひやりましょう。ちょっと明日はリアクションについてゆっくり話したいなと思います。ということで今日はね、皆様誰と一日笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。ユジンさん、ありがとうございます。じゃあね。オフラインで楽に感じるってことは新鮮。なるほど、そうですね。いや、ぜひ今日一日体感できると思います。このライブ配信、僕が多分自分のためにやれてるっていうのはそれはあるかもしれないです。これが終わった後にオフラインに戻った時に、ほぼあんまりそのリアクションうんぬんって考えないけど、まあ楽に動いててもちゃんと非言語を使えてる感覚が残るっていう。はい、じゃあねー。